それでは動作の解説を始めますこちらは立って動く動作の入る方ですこちらは座ったままで動く方です立った動作の方は最初に足を肩幅に開いて股関節に手を添えて背筋を伸ばしたまま股関節から体を傾けてそして膝を曲げてこんにちはどっこいしょで腰掛けます 背もたれから少し離れた位置に腰掛けて足の裏がしっかり床についているような椅子を選んでいただきます膝股関節は90度になる椅子が理想ですタオルはあらかじめ首から掛けておきましょうそれでは最初の動作です最初は深呼吸をします両手を 体の横から開きながら、しっかりと鼻から息を吸います。吐きながら、背中も緩めて。はいもう一度、鼻から吸って、口から吐きます。3回目は、横から上げて、大きく胸で息を吸って、クロスさせながら脇に下ろします。 肩が上がらない方は腕の上がるところまでで結構です。それでは、まずももを揺らしていきます。両手をもものあたりに当てて、ももをつかみます。手で揺らしてみましょう。手で揺らしても、ご自身の足で動かしても結構です。次は、ももをさすります。 足の付け根に手を添えて、ももの前を膝まで8回くらいさすります。ももを温めて、この後の体操をしやすくしていきます。次は、股関節を横からさすります。手をお尻の横あたりに添えていただいて、上下に軽く手のひらでさすってください。 これも大体いい8回くらい行います座り立ちの動作は股関節が肝心な場所ですのでよくここでさすっておきましょう次に手を腰に回して腰をさすります届く方は手のひらを腰のあたりに当てて上下に動かしましょう手が回りにくい方は お尻のあたりに添えて温めていただいても結構ですし、手のひらを裏返して、こう当てて上下にさすっていただいても結構です。はい、これで体が温まって準備ができました。両手を脇に下ろして、次は肩の上げ下ろしの運動に入ります。肩をできるだけ首をすくめないように注意しながら引き上げます。 はい、吐いて下ろします首から力を入れて引き上げるのではなく肩の先をしっかりと持ち上げるように意識しながら動かしましょう息を吸いながら肩を上げて吐きながら下ろしますゆっくりと4回行って呼吸が深くできるようにしていきます続いて手を前に上げて 握りこぶしを作って、肘を引いたり、前に押し出したりする体操です。肘を引いていきます。肩の柔らかい方は、肘をできるだけ肩の高さで、そして、肘が上がりにくい方は、脇のあたりで結構です。前に押し出します。手のひらを前に向けて、背中をしっかりと丸めます。息を吐いて、 猫背を作って背中側の筋肉を伸ばしますはいまた握り拳を作って引いて肩甲骨の間を意識してしっかりと引き締めるように動きましょうまた前に押し出します息をしっかり吐きますはい引いていきますこの運動は肩甲骨の周りを柔らかくして歩くときにしっかり 腕が後ろに触れるようにすることとそれから呼吸を楽にして深い呼吸ができるようにする目的がありますはい、もう一度押してくださいはい、四回終わりましたら手を下ろして肩を回します手を肩の先に当てるか届かない方は胸のあたりで結構ですので手が曲がるところまで 指先を胸のあたりに当ててください肘を小さく回し始めて8回かけて大きく回していきます肩が痛む方は痛いと思う手前までで結構です無理をしないで動かし続けることが大切です反対回しです同じように後ろから前に8回かけてだんだん大きくしていきます 手を変えます今度は小さく大きくだんだんと8回かけて動かしていきます8回終わりましたら反対回しです最初は小さくそしてだんだんと大きく回していきましょう肩の動きを良くして肩甲骨を楽にして歩く時の姿勢を良くしていくことにつながります 手を下ろします次は腕ひねりです手のひらを体の横で前向きにします手のひらを後ろにひねります内側を通ってぎゅーっとひねってできれば手のひらが外向きになるところまでひねりましょうはい、戻して外へひねります2回目は 一度目よりも少し肩に意識をして先ほどよりも大きくひねりますはい、内側にひねります肩も一緒に動かすように意識して外へ開いて四回目は胸まで動かすつもりでしっかりと腕を中と外にひねります 次はタオルを持って、肩の運動です。肩の硬い方は端の方そして柔らかい方は少し短めにお持ちください。それを頭の後ろから上に上げて前に下ろします。肘がしっかりと伸びる方は、しっかり頭の上にまで上げて、後ろにしっかりと引きます。はい、2回目は膝のあたりまで、 少し体を倒していきます前から上げて頭の後ろに引きますこれを四回繰り返しながら少しずつ前に倒していきます頭の後ろに肩の硬い方、手が後ろへ行かない方は腕を体の前に引き寄せてという動きでも結構です最後の四回目は 足にかけます足の指の裏側にタオルが当たるようにして指全体でしっかりとタオルが握れるようにしますそれでは足の上がる方は膝を伸ばします上がりにくい方は下に下ろしておくか少し浮かせるかというふうになさってください足の指でタオルをぐーっと握ります 指を緩めて手で引いてかかとを押し出してアキレス腱をしっかりと伸ばすようにします。はいもう一度ぐーっと指でしっかり地面をつかむようなつもりでタオルをつかみます。はい上に指をしっかり伸ばして足の裏も伸ばしていきます。この握るときにしっかりと足の裏の筋肉や指の筋肉の力を強めて。 歩く時の安定性、バランス感覚を高めます。四回終わりましたら、足を変えます。反対の足にタオルをかけます。そして引き上げて、また同じことを繰り返してください。しっかり握って。そして引いて。これを四回繰り返して。 足裏の力や指の力を強めていきましょう。この指の力がしっかりしていると、歩くときに早く歩くこともでき、転倒の予防にもつながっていきます。大事な体操です。はい、4回終わりましたら、タオルを胸の前に、はい、そして膝を上げながらタオルをまたぎます。まず左足から、 手を大きく前に出して、膝をしっかり上げてタオルをまたぎます。そして、戻していきます。できるだけ胸に膝が引き上げられて、近づくまで頑張ってみましょう。はい、もう一度お願いします。足が上がりにくい方は、タオルを少しまたぐだけでも結構です。はい、このようにして、二回ずつ行います。はい、もう一度ずつ。 しっかりとタオルをまたぐようにして。はい、戻します。はい、反対の足も同じように。はい、これで足をしっかりと引き上げる筋肉。ものをまたぐ筋肉を強くします。次は。膝を持ち上げるようにして、お尻やももを伸ばす体操です。膝の裏にタオルをかけて。 両手でタオルを引き上げながら膝を胸のあたりに引き寄せてキープします上がるところまでで結構ですので呼吸を止めないように注意しながら頑張ってキープしましょうはい、足を抜いてそして足を下ろしていただいたら反対の足にまたかけて膝の裏にタオルを当てて手で引き寄せます この時に腕もしっかり頑張って手の力もつけましょう。お尻や腰を伸ばし腕に力をつける体操です。はい、下ろしていただいてこのタオルをまた首にかけて手を下ろして元の位置に戻ります。それでは椅子の背もたれに深く腰掛けます。そして手は座面の後ろ側に下ろしておきます。 足の指を動かす体操をします。足を上げます。しっかり上がる方は膝を伸ばして、上がりにくい方は少しだけでも結構です。足の指をグー、チョキ、パーと動かします。しっかり動く方はグー、チョキ、パーを。そしてチョキが苦手な方、足の裏がつりやすい方はグーとパーだけで結構です。 これを4回行います続いて足首を回します内側から外側へ回します足首を回す時はできるだけ膝を動かさないで足首から先を動かすように4回ずつ回しますこのように膝が一緒に動いてしまう方は股関節の運動になってしまいますので できるだけ膝が動かないようにちょっと頑張ってみましょうはい、続きまして足を下に下ろしていただいてつま先を上げたりかかとを上げたりする動作ですつま先を上げて下ろしたらかかとを上げて下ろしますつま先を上げるときにはすねの前側の筋肉を かかとを上げるときには、後ろ側のふくらはぎの筋肉を使っています。これを繰り返して、つまずきにくくしたり、歩くときにしっかり足で地面を蹴り出すことができるようにします。八回行います。できるだけ、膝と足が床に向かって垂直になるように、内股にならないように、がに股にならないように注意しながら行いましょう。 続いて膝を前に伸ばすももの筋肉の体操です足をそっと前に伸ばしていきますできるだけゆっくりとももに力を入れますゆっくり下ろします戻すときにストンと脱力してしまわないようにしっかりと腿に力を入れながら下ろしていきましょうしっかりと上がるところまで 膝が伸びきらない方もご自身でできるところまでで結構ですこの時足首は力をあまり入れないでももで動かすように意識をなさってください次はつま先を外へ開いたり戻したりする体操です左のつま先を外へそして床をトンと打ち鳴らすようにして内側へ戻します 今度は右足をちょんと開いて戻します。はい、これを繰り返します。できるだけ足の裏を擦らないようにリズミカルに行いましょう。この時もできれば膝が一緒に動いてしまわないように膝が動かないで、できれば足首で動くように頑張りましょう。 はい、では股関節を大きく開いて股関節を回す体操です。左の膝を前から横へ開いて、はい元に戻します。これを交互に行います。こちらの方は足を吸っても構いませんが、できれば少し浮かすようにしながら開くところまでで結構です。股関節の硬い方は。 足の先だけが行ってしまわないように注意して膝下が垂直になるように股関節を開くように頑張って開くところまでで結構ですので正しく動かすように意識をしましょうはい、月光です次は立ち上がりの動作ですこんにちは、どっこいっしょという体操です足の付け根に 手を当てます手のひらを上に向けて小指側をしっかり股関節に当てるとここが体の折れ線であることが分かりやすくなりますそしてまずおへそをしっかりと前に倒すように前傾をしますはい、起こしますこれを3回行いますしっかり前傾をしてはい、起こします 3回目までにしっかり股関節を柔らかくしたら、4回目に立ち上がります。こんにちはから、どっこいしょでお尻を上げて体を起こします。立ち上がらない方は、お尻を少し浮かすような練習をしましょう。頭を下ろすとお尻が上がってきますので、何度かこれを繰り返しているうちに立ち上がりやすくなります。 膝が痛む方、ももの筋力が弱い方は、この動作を覚えておくと、日常生活の中でもしっかり椅子から立ち上がることができますので、この体操はじっくりと行いましょう。はい、では、足踏みをします、えー。その場で足踏みをします。つま先は下向きで、かかとの上げ下ろしをします。肘を大体いい90度くらいに折って、 後ろに後ろに肘を引くような意識をしながらかかとから上げてつま先が先に降りるようにしっかりと足先が地面に向かうような意識をして足踏みをします椅子に腰掛けている方も同じように足を動かしましょうこの時の足の運びをできるだけ柔らかくしていくことが歩きの動作の改善につながりますこの時に 次からの動作で背もたれに捕まった方が安定する方は、この八歩歩く時に後ろへ向かっていって。そしてその場で少し足踏みをして、背もたれに捕まるようにしてください。はい、では動作を説明するために前に戻ります。前に椅子がある場合は、この位置で行っていただいても結構ですし。 つかまらなくても動作ができる方は椅子の前で続けて行ってください次は足を閉じてお尻をキュッと締めながら背伸びの体操です両手のひらを下に向けてつかまらなくてもここにテーブルがあるような意識をすると背伸びが安定しますももの間にしっかりと力を入れて隙間が空かないように行いましょう これは足の蹴り出しを良くしたりお尻を引き締めたりふくらはぎを強化する運動です次に椅子に腰掛けている方はお尻をキューッと締めて緩めるという動作を繰り返します四回でお尻を締めてお腹の奥にもしっかりと力を入れてそして緩めるというのを繰り返します 大きな動作ではありませんが、肛門のあたりにしっかりと力を入れることはとても大切な体操です。尿漏れの予防などに効果があります。次はバランスの体操です。左足に体重を乗せながら、右膝を軽く曲げて足を浮かせます。両手は腰に当ててください。この時に、軸になっている足の指をしっかりと地面をつかむようにします。 そしてお腹やお尻に少し力を入れながらバランスを取りましょう。座っている方は片方の足を前に伸ばしてお腹や背中にしっかりと力を入れてバランスを取っているように体幹の意識をしましょう。足を変えます。下ろしてまた反対の足を浮かせて同じように足の指でしっかりと地面を支えて、 お腹にお尻に力をしっかりと入れてバランスを取りましょうバランスの体操はロコモティブシンドロームの予防の体操としてとても大切な体操になります次は横スクワットです足を横に大きく開いて体重を乗せて腰を下ろすような形でのスクワットです戻してくるときには足でしっかりと蹴って戻すようにしましょう 今度はこちら側に足を出して、ももの真ん中あたりに手を添えて、股関節、膝の順番で曲げてスクワットをして、足で押しながら元に戻ってきます。椅子に腰掛けている方も、足を大きく出して、そこに体を傾けて、少し体重をかけて戻してくるようにしましょう。どちらも足の先と膝の向きが同じになるように、 できるだけ注意をしながら行いましょう。はい、これを左右四回ずつ行います。腿の筋肉を鍛えて、立ち上がり、歩き方、階段の上り下りがしやすくします。次に足踏みです。先ほど椅子の後ろに立っていた方は、この足踏みの間に椅子の前に戻ってきます。 足踏みが終わったら、足を肩幅にして終わりにします。そして椅子に座っている方は、背もたれにしっかりとお尻をつけて、そして背中は少し前に背もたれから離しておきましょう。ここからゆるゆる屈伸をします。まず股関節に手を添えて、体を少し前傾させて膝を曲げます。手を下ろして上半身を起こして、 膝が足の先よりも前に出ないように注意しながら行いましょう足の先が開きやすい方は少し足の先を膝と同じ方向に向くようにしましょう座っている方は足を前に伸ばして足の先の力を抜いてももをあまり緊張させないで緩やかにブラブラと足を動かすようにしましょうリズミカルに行います 膝を伸ばして、元の姿勢に戻ります。次は、座ろうかなスクワットです。両手を前に上げて、手のひらを上に向けます。そして、股関節を折って、それから膝を曲げて、椅子に座ろうとするけれども、椅子に触れたら立ち上がります。股関節、膝の順番で曲げて、立ち上がることと、 足の先と膝の向きが同じ方向に向くということに注意をしてください続いて椅子に座っている方は手を上に向けたまま前にしっかりと手のひらを上に向けて伸ばしていくつもりそして戻していきますこれによって背中の筋力、肩の筋力、腿の後ろ側の筋肉の刺激になります四回行ったら座ってください 本日はどっこいしょの要領になります次はももの裏やふくらはぎのストレッチです先ほどから椅子に座っている方は背もたれに背中をつけていますので少し前に移動します左足を前に伸ばして足の付け根に手を添えておへそから体を少し折っていきます、はい、この時に腿の裏やふくらはぎ膝の裏などが 張っているなと感じるところ痛みを感じるところまでは倒さないようにしてご自身の柔軟性に合わせた角度で止めてください足を変えます足を前に出して息を吐きながら体を前倒していきますももの上に手を添えてそのままキープしますできるだけ膝の裏や ももの裏、ふくらはぎなどを感じながら痛気持ちいいか気持ちよいと感じる程度までで結構ですつま先がしっかり上がっているとふくらはぎの裏側がよく伸びます足の先が緩んでいるとももの裏がよく伸びます息をできるだけ止めないようにしながらゆっくりと息を吐いてももの裏を伸ばして体操の疲れを取っていきましょう 足を戻します。次は股関節のストレッチです。左足を右足に乗せてあぐらをかくような形にして、おへそのあたりから体を前へ倒すようにします。足を上げられない方は股関節を開いて、そして手で膝を支えながらおへそを前へ倒します。 足の先ができるだけ外へ向かないように、足の先と膝の向きが同じになるように注意しましょう。おへそから少し前に体を倒します。どちらの方も伸びているなと感じるところで結構ですので、そこでしばらく止めます。呼吸は息を吐きながら前に倒して、そのまましばらくキープします。足を変えます。 反対の足に変えている間、こちらの方は一度体を起こします。息を吐きながら体を前へ倒して、腿の内側、お尻のあたり伸ばしていきます。できるだけリラックスして行いましょう。呼吸を止めないことがとても大切です。はい、元に戻します。 はい、だいたい肩幅くらいに足を戻していただいたら、お尻の横に手を添えて足をさすります。最後に足の血流を良くし、リンパの流れを良くして終わっていきます。手をお尻の横のあたりに添えて、外側をさすりながら体を前傾して、行けるところまで行ったら内側をさすり上げてきます。手のひらをぴったりと足にくっつけて、 そして、行けるところまで行ったら戻してきてください。息を吐きながら下ろして、吸いながら上げてきます。股関節を通るときは、少し中指で素形部を押すように意識しましょう。四回目、息を吐いて、気持ちよく吸って、肩の力を抜いて腕を下ろします。最後の深呼吸です。 両手を横に開きながら、息を思い切り吸って、吐きます。呼吸は、鼻から吸って、口から吐きます。最後は、大きく腕を回しながら、空気をいっぱい鼻から吸って、しっかりと口から吐いて、はい両手を下ろして、体操の終わりになります。 この体操は全部続けて行っていただいても一つずつバラバラに行っていただいても結構です。日常生活で継続することが大切です。